ウッドラフキーがここだから、ここのワンウェイクラッチをうまくはめなきゃいけんのよね。ここはね、3キロから3.8キロなんで、35ニュートンでね、締め込みます。ちょっと強く締まりすぎた。39.4、ニュートンですね。